アナウンサー生田陽子です。 KNB ミュージックカフェ、今日紹介するアーティストは今人気急上昇中のバンド、サチモスです。先日南砺市の福野円形劇場ヘリオスで行われた在日ファンクとのツーマンライブ、ヘリオスグルービーナイトの会場でメンバーのこのお二人にインタビューをしてきました。はい、サチモスのボーカルヨンスと、キーボードのたい平です。お願いします。よろしくお願いします。キーボードのたい平さんは富山県の氷見市出身なんですよ。地元ネタ満載のインタビューの様子は曲の後お届けします。サチモスでステイチューン。サチモスのステイチューン、車のテレビコマーシャルに使われてかっこいいと話題になりました。サチモスのサウンドはヒップホップやジャズなどのブラックミュージックにインスパイアされたものなんですが、このグルーヴ感っていうんですか、どんな人たちがやってるんですかね。ですね、俺ヨンスと、キーボードの大平を除いた4人は、まあ、ギターの大金、ベースのスー、ドラムのオーケー、そして DJ のケイシーの、4人と我々2人の6人で、活動しております。まあ、残りの4人はもうみんな横浜の幼馴染4人組みたいな、ね、ところに、まあ、俺と大平が加わって、まあ、この6人でっていう形で動いてるんですけど、まあ、日々日夜愉快に活動しておりますワイワイと、はい、富山出身の大平さんにとっては今回のライブが初めての凱旋ライブとなります。富山でライブするのは高校生の時以来になります。地元でやってた時、そうほっこりしてます。なんかのどかな富山の、ね、地元の空気に今、うんうん、の飲まれてというかけど、まあ、ここから集中して、うん、あのライブはしっかりピシッと、はい、ピシッとぶちかましたいと思ってますんで、うん、やりましょう。ここから集中、リハーサルももうすぐ始まるんですけど、うん、まあ、ここから集中モードに入ろうかという感じですかね地元は落ち着くっていう、うん、たい平さんも地元初ライブということでホスト意識が働いたんでしょうか。今回のライブの前日になんと氷見の実家にメンバー全員が泊まったんですって。もうでも6時ぐらいにはいたね、うんうん、で7時ぐらいから多分宴会がスタートして、うんちょっとどんちゃん騒がせていただきました。じゃあ、あの日からすごい海の幸が。いや、はい、もう美味しゅうございました。今の時期だと、まあ、ブリじゃなくて、ふくらぎの刺身。美味しかった。イカ、バイ貝、寿司、氷見牛。氷見牛のあの、ローストビーフね。あれ美味しかったですよ。あれうまいよね。あれなかなか食わしてもらえなかったよ、ね。あ、ほん実家でも。まあ、スペシャルなね。お祭りだったから、昨日は。昨日、昨夜、大平の実家にちょっと泊めてもらって、うん、まあ初めてご両親とちゃんと団らん、ちょっと団らんの場を設けさせてもらったんですけど、やっぱりこう、温かい家族と、でまあ単純にやっぱり、この、まあ氷見という町で泊めてもらったんですけど、すごい、温かい土地で育ったやつなんだなっていうのが、まあこの前から知ってたけど、こう、昨日でより、なんか深く理解することができたというか、でまあ俺も太平洋側の海沿いの育ちなので、こうお互いある意味共通する部分もあったり、逆に全然対照的な海を見て育ってきたんだなっていうのが、まあ昨日その氷見の海を見に行ってすごい強く実家に変わったなっていう部分ですかね。今日今いない4人がこう横浜の幼馴染で、うん、でヨンスと俺だけちょっとまあ家が何そうだね、離れてるというか、うん、で、さっきヨンスも言ったように、お互いこの、日本海と、ヨンスと太平洋と、うん、茅ヶ崎っていう町なんですけど、を全然違う海を本当に見て育ったんだなっていうのを、うん、俺は、茅ヶ崎に行って、ヨンスの家に行って、海を見て思って、うん、だヨンスも昨日それをね、思ったでしょ。そうだね。
テトラポット対ビーチって感じだもんね。そうだね、砂浜と、うん、そうそう、親父の職業も一緒なんですよ俺らだったり。そうなんです、なんか共通してるとこがあって、体育教師です、まあ、体育教師なんですけど、はいはい、二、はい、人とも海沿いの町で体育教師の息子として育ったっていう共通項があって、家庭環境に共通点があるからでしょうか、二人の仲の良さが伝わってきましたよね。続いての曲は YMM。サチモスの YMM、 横浜みなとみらいの頭文字です。メンバーでよく遊んだ場所からタイトルを取ったということですよ。太平さんは最初はサポートメンバーという位置づけでしたが、現在は正式メンバーとして参加しています。まあ単純にこうもう住んでるところも近いっていうのが分かり、見て馬が合い、そもそも単純に遊び仲間としてっていうのがまずその一番でかい要素としてあって、でそんでサポートでいろんなライブとか例えば制作だったりとかっていうのに大変にこう参加してもらってるうちに、もう太平いないと成り立たない音楽をやり始めてることに気がつき、入ってっていうやって太平みたいないうような流れだったので、まあ、ある意味このバンサチモスというバンドの成り立ちに単純にもう太平も関わっていたんだなっていうふうに思います。去年の7月に発売されたファーストアルバム「ザ・デイ」は発売されるや否や音楽好きの業界人の中でも話題となりました。全国のラジオ局でヘビーローテーションに選ばれ、 SNS の世界でもかっこいい、サチモス好きと多くの反応がありました。それから1年半、次のアルバムが気になるところです。年明けに、アルバムのリリースが予定されております。はい、もう完成しておりますとにかくバンドの旬なもの、例えばですけど、うん、制作してたのが、今年の夏ぐらいからだったので、うん、まあ、いろんなフェスで見聞きしてきたいろんなアーティストだったりとか、まあ、特にフジロックの影響がかなり色濃いんですけど、まあその中で、吸収してきたものだったり、自分たちが今旬で聴いているいろんなアーティストのなんか音楽性だったりをこう自分たちなりに解釈して、まあ、作品に落とし込むことができたかなと思います。面白い作品になりました、うん、同じバンドがやってるとは思えないかもしれませんね、うん、っていうぐらい幅が今回は特に広いです。なんかこれもやりたい、うん、あれもやりたいあこれこうやりたいっていうのの6人の今の集合体をパッケージ化した感じですかね、はい、まあ、ある意味デビューっていうかその結成当初から全く変わってないっちゃ変わってないんですね、そのやりたいことをやってるという部分では、うん、だからまあそのスタンスでなんかいろいろどん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 新しい面白いことをやるっていうのができたかなと思います、うんうん、一個目標として掲げているのは、バンドのメンバーの、主なメンバーの、出身地の横浜の、まあ、一番でかい横浜スタジアムで、まあ、自分たちだけ単独で、ライブをやりたいなっていうのが、近い目標としてあって、でまあ、その先は、こう、ご期待ですね。いろいろ考えてます、うん。はい。やりたいことが日夜増えてますね。あれもやりたい、これもやりたい。はい、サチモスの音楽が話題になり、ファンも増えて、多くのライブ会場が満員となるようになりました。それにつれて、彼らの夢もどんどん膨らんでいるんですね。最後に、富山の皆さんに一言。まあ、年明けにリリースするアルバムの、うん、ツアーが、そう、一応決定。春から一応やる予定なので、はい、まあ、詳しくはホームページをチェックしてくれたらなと思います。お願いします。富山の皆さん、暖かい土地に、そして太平の、生まれ育った土地に遊びに来れるのをずっと楽しみにしていました。次はいつか、ワンマンライブで、遊びに来れたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。今度単独で帰ってくるがね。それまで、まあ、音源をぜひ、イオンモール高岡とか、うん、そこら辺行って買ってもろて、で聞いてもろて、で、ライブ遊びに来てくれればなと思います。うん、では聞いてください。サチモスで、せーの。
ミント。